こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーション企画、こちらの新商品を、僕なりにレビューをしてみたいと思っています。まだ実物は届いてないんですが、サイトの方では具体的に写真が出ていますので、それを見た感想とかをですね、サクッと皆さんとシェアをしたいなと思っています。大前提としてこの動画の中では、主に30代40代の男性に向けてベーシックなファッションをですねご紹介するという軸足があるので、その観点から見て JW アンダーソンの商品はどうなのかというところを僕なりの見解としてお伝えしたいと思っています。この JW アンダーソンとのコラボレーション企画というのはもう数年行っているのかなと思っています。最初にこのコラボレーションを聞いた時はかなり驚きがありましたね。わ、これはすごいなと、ユニクロと JW アンダーソンがやるんだという形でファッション業界の方はかなり驚きがあったのかなと思います。で、実際蓋を開けてみると結構攻めたものも多いんですね。カラーに関しても少しこうアクセント要素の強いものだとか、柄も見たらすぐに、あ、ユニクロと JW アンダーソンのコラボだなっていうのが割とすぐ分かっちゃうものが多いので、僕はですね正直ちょっと距離を置きながら見ていたんですね。その中でも数点気に入ったものがあって、実際僕が今日着てるですねこのデニムジャケット、いわゆるGジャンですね、これは JW アンダーソンの数年前のモデルなんですが、めちゃくちゃ気に入っていて、過去に着た G ジャンの中でもこれが一番のヒット作で、結構高いものも見るんですけど、これ以上しっくりくるものは見当たらないぐらい気に入っているんですね。ですので、JW アンダーソンとユニクロのコラボレーション、確かにですね難しいアイテムも多いですし、それを使ってコーディネートするのは僕ら世代にはなかなか現実味が湧かないかなというところもあるんですが、ピンポイントで見てみるとこれはなかなか良いかもしれないなっていうものがあるので、今回はいくつかですね、ほんと数点ですけどもご紹介をしてみたいと思っています。先ほどもちょっとお話ししましたけど、一発で見て、あ、なんかユニクロとのコラボレーションのやつだなって分かるようなものは僕は避けた方がいいかなというようなスタンスを取っています。それはなんか自分の中でも気分が上がらないし、そんなの気づく方は多くはないとは思うんですが、なんか気恥ずかしいという感じがするので、なるべくらしさが伝わらないようなシンプルなデザインのものの方が僕は使い勝手が良いのかなというふうに思っています。中でも注目しているのがエクストラファインコットンブロードオーバーサイズシャツ、長袖ですね。これはね、あの写真で見ていただくと分かるんですが、超オーソドックスですね。ユニクロが通常でやっている白シャツとそんなに変化はないんですが、サイズ感に変化を持たせているというところで結構楽しみにしているアイテムですね。普通の白シャツだと本当に平凡に見えてしまうので、サイズ感で少し変化を出していたりだとか、細かなデザインの違いというところで JW アンダーソンらしさを出していくのかなと思うので、結構楽しみにしているシャツではあります。あとですね、ストレッチスリムフィットパンツっていう、これまた普通のパンツですね。ザ・ベーシックと呼ばれるようなものなんですけども、こういったアイテムをJW アンダーソンがどのように変化をつけながら出していくのかというところもすごく楽しみにしているので、この2つのアイテムは割とこう普段のユニクロとそんなに変わりがないところなので、僕たち大人の男性でも比較的取り入れやすいのかなと思って楽しみにしているアイテムなのかなと思っています。で、ちょっと変化球を感じるアイテムとして楽しみにしているのが防風リバーシブルコートというものですね。こういったフード付きのロング丈のアウターっていうのは僕は結構好きで、カジュアルな着こなしの中に取り入れることが多いんですね。着丈があることで一定の綺麗さを保ちながらもフードがあることでカジュアルな雰囲気も保てるので、カジュアルと綺麗めのバランスが取りやすいんですね。で、フードが付いてるアイテム、意外と女性からの評判も良かったりするので、あまり決めすぎてない感じも良いのかなと思っています。形はすごくいいかなと思うんですが、リバーシブルということで内側の色がですねレッドだとかイエローだとか、かなりですねビビッドな色が使われてるんですね。僕はあの表面がネイビーの方がいいかなと思っていまして、内側がイエローですね。ここのビビッドさがどれぐらい目立つかどうかですね。割とですね悪目立ちしなければこのアイテムすごくかっこいいかなと思うんですが、これは実物見ないと分かんないかなというところで、このイエローの見え方次第で僕は買うかどうかを決めようかなと思ってるんですが、形自体は非常に良いなと思いますし、ぜひ着てみたいなというものなので、皆さんにシェアしたいなと思っています。あとですね、ウォッシュコットンワークジャケットというアイテムですね。これもちょっと楽しみなんですね。今っぽいちょっとワークだとかミリタ
タリー風の雰囲気のアイテムで、この前発売になったユニクロ U でも同じような商品がありましたが、これをですねちょっとデニムっぽいような色合いで表現しているのがちょっと面白いかなと思っていて、これは楽しみにしています。ただこの色合いだとか素材の風合いによっては買うか買わないかが分かれるところなので、実物を見てから皆さんもジャッジをした方がいいかなと思うんですが、これは比較的使いやすいし今っぽいアイテムかなと期待しています。あともう一つ気になるのがシャンブレーシャツかっこ長袖ですね。これも比較的オーソドックスなデザインで、胸ポケットが左右対称になっていて、これがまあデザイン的なアクセントになっているのかなと思っています。まあ、昔からあるようなオーソドックスなデザインの中に JW アンダーソンらしさがどのように光るのかというところが楽しみなアイテムではあるんですが、これもですね素材の色だとか風合いによって全然見え方が変わると思うんですね。安っぽくならないかどうかだけちょっと不安なので、これも実物を見てから決めてみたいなというふうに思っています。まあ、こんな具合ですかね。僕が見て実際に買ってみたいと思うもの、これだったら自分のファッションに落とし込めるかなとか、見ていただいている皆さんでも違和感なく使えるかなというものを今回はご紹介させていただきました。まあ、他の YouTube チャンネルに比べると多分あまり攻めてないチョイスだと思うんですね。でもこれがリアリティのある選択だと思っています。発売日がですね、まあいろいろ諸事情があって遅れそうな見込みではあるんですが、まあ、4月ぐらいにはこういったもの入荷すると思いますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいなと思っていますし、僕も発売したら実際に店頭に行って試着をして買ってみたいなと思っていますので、また今後も動画の中でレビューをしてみたいなと思っています。ということで今回はユニクロと JW アンダーソンの新作について皆さんにレビューをしてみました。ぜひ頭の片隅に置きながら春のファッションもお楽しみいただければなと思っています。それではまた次の動画も夜の7時に投稿しますので、そちらも楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。